こんにちは、速稼塾の久保です。いつも動画をご覧いただきましてありがとうございます。今回ですね、速稼塾の中で新しい企画を始めまして、それはですね、一人ずつをピックアップして、もう金持ちにしていこうという企画なんですよね。これは種も仕掛けもあるわけではなくて、本当にね、何かのツールに頼ったりとか、どっかのね、情報商材を使っていこうっていうことではなくて、一人一人にフォーカスして、その人の能力を最大限生かしていただいて、その人のその意欲にもね、本当にこう、おすがりするところがあるんですけども、まあ私とですね、一緒に組んで、ジョイントベンチャーっていうんですけども、そのジョイントしてですね、一つのベンチャーをやっていこうってことなんですよ。そんなに難しいことはありません。できることを最大限発揮するための場所と、それから、まあ私のね、広告効果を生かしてですね、一つの事業を実現させるということです。その第一弾として今回は西成浩二さんね、まあ浩二さん、川原浩二さんが思っているビジネスに私もね、最大限協力させていただこうかなと思います。ただこれはね、私が一方的に一人で浩二さんに協力するんではちょっとね、芸がないかなと思いますんで、ここはですね、クラウドファンディングの形式を生かして、この放送を見ていただいた方にも、浩二さんに協力していただくね、まあ、そういった余地を残していこうかなと思うんですよ。で、これがクラウドファンディングと言いまして、多くの人から浩二さんが始めたい事業ね、この浩二さんからのプレゼンがありますから、そのプレゼンに対して、あ、これはちょっとね、出資してもいいかなと思う人がいれば、まあ小口ですとか、そこそこの大口とかで資金の方をね、こう出資していただいて、もちろんこれビジネスの出資なんで、絶対に儲かって帰りますよってことはないんですよ。うん、でもそれも込みで、浩二さん信用できる人だな、応援してみようと思うようでしたら、浩二さんに出資して、あとね、応援することによって、もちろん浩二さんがこんな事業してますよってことをね、ちょっとこう知らせていくきっかけも皆さんにいただきたいんですけど、出資者の方とかね、出資してない方でもいいんですけども、そうすることによって浩二さんの事業がうまくいくと、浩二さんのお約束したようなリターンが返ってくるって形になります。まあですんでね、ちょっとした投資だと思っていただいてもいいのかなと思いますね。ただしこれね、出資法とかにかからない、範囲で、本当に少額でやりますので、何百万集めましょうって話はありません。本当にね、数万から数十万ぐらいですよね。で、私も投資をします。もちろん出資をします。で、もしね、もしですよ、もし誰も出資者がいない場合、私一人の出資になるかもしれませんけど、それはちょっと分かりません。今回の出資はお金が集まらなかったんで、ちょっとお流れになりますってことになるかもしれませんしね。もし私が一人でもやっていいかなってぐらいの意欲を感じたら、なんだ、私の一人の出資になるかもしれませんしね。今回のことに関しましても、これからのことに関しましても。ただ私も無限に資産があるわけではないので、私にね、一人に頼られてもいけないんで、基本的には私以外の皆さんがどのぐらい、出資をいただけるかっていうことを事業の成功の目安にしていくってこともありますし、それから今回は浩二さんですけども、浩二さんがこんな事業したいんだっていうふうなね、プレゼンがうまく伝わらなければ出資金額も集まりにくいってことになりますので、本当にね、一人の起業家としてやっていくってことになります。その面では本当に私が前面に出るというよりも、今回は浩二さんですけども、浩二さんがドーンと前面に出てね、そして私がちょっとその、なんですか、縁の下の力持ちをするぐらいの感覚です。もちろん私も定期的に、浩二さんはこういうふうに事業進んでますよとか、こういうふうにやってますよっていうのをね、お知らせする機会もあると思いますけども、それを見てですね、今度第2弾は、自分はこういう夢を実現したいんだ、自分はこういうふうなね、お店を出したいんだとか、会社をやりたいんだってことがありましたら、それも十分聞かせていただいて、現実可能性があるように、持続可能性があるように、私もちょっとね、アドバイスしながら、形にしたものに対して、こうやって、はい、第2弾の、クラウドファンディング、速稼塾の事業ですよって打ち出すことがあるかもしれません。とにかくね、一人一人を自分の持てる才覚、これを最大限引き出すような、そんな事業をね、組み上げて、そして私と一緒にこう、スタートしていきましょうってことですね。まあ私が現場に入ったら私が作業するわけではありませんけどね。私は基本的にこうやってお知らせすることによって、出資のタイミングを測ったりとか、経営的なアドバイスをさせていただいたりとかってことになりますけども、だからね、本当にね、なんか何かをやってみたいんだけど、ちょっと今のところ何ともなってなかったんだよなって方とか、サイトを構築したんだけども、いまいち人に知られてないんだよって方は、組んでいただいてもいいんじゃないかなと思います。もちろんね、転売事業をやってますって方でも、ジョイントベンチャーいけると思いますし、これからやるんだって方はね、本当にね、大感激でございます。そういう方の支援をしたいと思います。沖縄の方でもね、塾生さんで、移動式キッチンをスタートするために、ずっとね、
起業の準備をしている方がいらっしゃったんですよね。この方はなんとね、体のを買ってそれの売却益でスタートアップ資金を作ったみたいなね、つわものでございます。とっても美味しそうな画像は昨日も送られてきたんで、私もこれはね、これは沖縄に行って私が宣伝しないといけんだろうみたいなね、食レポレビューをしないといけないんだろうと思ったんですけどね、もしかしたら今度はそういう方と一緒にやるかもしれません。はい、とにかくね、クラウドファンディング第1弾は浩二さんと一緒にどんなビジネスやるのかお楽しみですよ。こちらの方ライブ放送を8月の15日21時から行いますので、よろしかったらね、お集まりいただければと思います。で、本日は以上でございます。